よいしょ。よいしょ。もう薄いか。友達が来ましたね。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、通って。はい、通って。よいしょ。見てます。見て、だいたい私のキャス見てくれてるからね、友達は。嬉しいですね。まあ、まあでも最近あんまりやらないですよ。そうなんですか。キャス配信はめったなことでは。よいしょ。なんだ。イエスイエス。なんかライン並みのライン並みの。今回のお題は、今一番欲しいもので、メールとコメントを募集してます。マジ？マジ？マジ？よし。準備整いました。すいません、お待たせしました。はい。じゃあ、行きますね。では、開始していきます。はい、お願いします。サッチーの気まぐれラジオ。イエーイ。時刻は午後8時半を回りました。サッチーの気まぐれラジオの時間です。 MC はサッチーと、はい、ミキシングを担当するのは私、FM ミキのキャンです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。この番組は FM ギノワンから午後9時までの放送です。皆さん最後までお付き合いください。というわけで始まりましたが、はい、今回2回目です。もう先週の収録の時に、はい、テンパりすぎて、はい、何を言ったかほとんど覚えていません。あ、そうなんですね。覚えてないんですよ。まあ、収録は2回目なんですけども、はい、放送自体はまだという。まだ後なので、ちょっと聞き返してみて。もうテンパってるのをね、聞くのがちょっと私恥ずかしいっていうか。あ、まあでも最初の1回って恥ずかしいですよね。僕も覚えがあります。あるんだ。いやー、何も喋れなくて山内さんに窓の外から喋れーってジェスチャーされたのは未だにもはっきり覚えてますね。あー、そうなんですね。はい、番組紹介しますね。はい、よろしくお願いします。はい、この番組ではメッセージを募集してます。メールアドレスは kimagure.sachi@gmail.com、 アルファベットで kimagure.sachi@gmail です。 gmail.com です。また YouTube とツイキャスで収録の放送が見られます。収録は金曜日の18時頃
からやってます。ツイキャスのアカウントは FM ギノワンセカンドで、リスナーさんからのツイキャスのコメントはどんどん拾っていきますので、よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。で、今週のテーマを行く前に、はい、1曲流していいですか？はい、もちろんです。私が今日聞きたかったのはポルノグラフィティの、ミュージックアワー、いい感じ、いい感じじゃないよ全然いい歌ですよね。いい歌ですよね、本当に。若返ったってラインが来てる若返ってないっていうね。まあまあまあ、中学生、高校生ぐらいですかね、僕は。どのぐらいだっただろう、私これ。これ、初めて聞いた。高校生、中学校、3年生ぐらい。ぐらいですね、かな。うん。かなーって思うけど。あ、ってことは、アポロって小学生の人だったっけ？アポロは、そのぐらいかも。僕が小学生の頃に聞いた覚えのなきにしもあらずですね。中学校のイメージだったんですけど。中学校、うん、アポロ、小学校後半6年生か中1ぐらいかも。アポロは結構でもあれでしたもんね。なんていうんですか、この斬新というか。斬新というか。アポロは中3だよ。アポロは中 3？ アポロが中3ってことは、ミュージックアワーはどのぐらいだ？私の下なんですよ、今コメントしてる子が、はい、中3ということは私が高校生ぐらいの時にアポロがあったってことぐらいだと思いますね。高校 1、2年生ぐらいの時かな。じゃあ多分そうなると思うね。まあ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 、あでも僕もポルノグラフィティをカラオケで歌ってたのは高校生の頃だったので。中学校の時はあんまり歌ってるイメージないので。高校の時よくカラオケ行ったな楽しいですよね。楽しい楽しい、戻りたいって僕も一番仲いいメンバーはカラオケメンバーでしたね。あー、やっぱり未だに付き合いがあるんで。うーん、私も高校の時の友達未だに LINE しました。たぶん時々元気みたいな。もう本当に親友メンバーなんですけど、うんうんうん、5人いるんですけど、そのうちの4人は生徒会なんですよ。おー、中学校。おー、やば。生徒会なんて興味もなかった生徒会メンバーみんなカラオケ好きっていう。ん？高校は？高校は小座高校。あ、小座か、小座か。私は美里でした。お隣ですね。お隣ですね。もしかしたら先輩がいって呼んでたかもしれないです、ね。可能性あるね。僕は一応美里も第2で一応、まあ、考えてたんですけど、っていうのも僕最初こそ中学校入った時こそ成績良かったんですけど、はいはいはい、だだ下がりだったんで。ああ。3年生の時に席次が学年で中盤ぐらいだったんです。じゃあ担任の先生とかに絶対受からないって言われて。私でも小学校が三原だったんですよ、はい、三原で結構沖縄市の中でも結構頭が良かったみたいで。ああ、三原結構評判いいですもんね。うん、じゃあ今日もエンディングは5分前から吹けますね。ん？エンディングは5分前から聞けましたね。 OK です。
はい、お聞きいただいたのはポルノグラフィティでミュージックアワーでした。で、早速なんですけど、今週のテーマをいきたいと思います。はい、お願いいたします。で、今週のテーマは今一番欲しいものです。今一番欲しいもの。欲しいもの。いや、実は僕も先週少しお話ししたんですけど、はい、一個だけあるんですよ、僕は。何でしょうか。僕からでいいですか。いいですよ。じゃあ僕ちょっとお話ししますと、一個だけ欲しいものが今ありまして、はい、DJ コントローラー。ああ、今目の前にあるやつですか。はい、こういうやつを DJ コントローラーって言うんですけど、はい、これのめちゃめちゃいいのが出たので。おお。ちなみにおいくら万円。ですね、お値段なんとびっくり20万円します。うう、中古1台買える。はい。なので来年の目標、これを手に入れることです。おお、すごすご。私も言っていいですか。はい。私が今欲しいもの2個あって、2個あって、その中で2つのうち一番欲しいのはどれかって言われたら車です。おお。今ちゃんと乗ってるんですけど、はい、もう中古で買って6、7年ぐらいになるんですね。あ、結構長いですね。長いんですよ。なのでもうそろそろいい加減新しい車が欲しいなと。はい。まあお母さんもね、ちょっと今介護が必要な状態にあるので、うんうんうん、福祉車両なんていいかな。ああ、いいですね。今結構充実してますもんね。そうそうそう。したらお母さんもね、いろいろどこにも連れて行くことできるので、はい、まあいいかなって思うんですよね。私が車いつ買えるかな。あ、来年再来年までの目標にしましょう。車、僕も実はここ数年で初めて自分の車というのを持ちまして、もともと20代の時はずっとおばあちゃんのお下がりの車乗ってたんですよ。あ、お下がりですか。だから その車を廃車にするまで乗り潰したんですけど。え、すごい。エンジンダメになっちゃって。あ、で、まあ、それから今の車に変えたんですが、はいはい、これも奇跡的に、うん、本当は別の車種を狙ってたんですよ。はい。で、僕はマニュアルの免許を持ってるので。お、いいな。マニュアルがどうしても絶対乗りたいなって思った時に探してたら、はいはいはい、そう、ちょうどこの狙った車が売れちゃって、ああ、予算ギリギリだったけどって思って、うんうんうん、こう、ちょっと欲しかったなって思って残念がってる間にお金の準備してると、近所にもともと高校生の頃憧れてたスポーツカーが置いてあって、お、予算の半分だったんです。え、すごい。でもめちゃめちゃ安すぎたんで、はい、大丈夫かなと思って、うんうんうん、直接見に行って調べに行ったら、もうエンジンは普通にかかるわ、もう冷房も効くわ、まあ、オーディオもいいの入ってるわで、すごい、もう一目惚れでしたね。いいなぁ、私もそういう車に出会いたい。今マニュアルで運転するのがもう毎日幸せです。私免許取ったのがオートマ限定なので、はい、マニュアル憧れるんですよね。めっちゃ楽しいですよ。なんかガチャ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 するのがなんか羨ましいっていうか、でも難しそうなんですよね。慣れると全然簡単です。あ、もう体が覚えてくれるので。なるほどなるほど。最初半クラが怖いんですよね。あーですね、やっぱりそっか。はい、でも半クラって教習所ではちゃんとこのアクセルもゆっくり踏んで、このちゃんと調整してみたいな説明されるじゃないですか。はいはいはい。あれがこの演奏の原因になっちゃうんで、あー、ある程度アクセルを踏んで、うんってなりながらも、うんうん、このクラッチの方で調整したら割とコツつかみやすいと思います。ああ、なるほど。うちの旦那も確か、マニュアルを持っているとか言っていた気がする。あ、マニュアル持ってらっしゃるんですね。そうなんですよ。でも車自体は最近乗ってなくて。おお、あ、そうなんですね。原チャ、原チャで毎日通勤してます。あ、でも大変そうですね、雨降りとか。まあ、雨降り、大雨とかだって私が送り迎えしてますけど。ああ、素敵。じゃないともう、はい、バイクで行ってらっしゃいみたいな。そんな感じで。いやー、でもバイクは怖いですよね。バイクは怖い。うん。でも乗ってみたい。あ、でも楽しそうではありますよね。楽しそうですよね。本当に。僕も自転車大好きなんで。あー、バイクも好きなんですけど。はいはい。まあちょっと、まあ僕の父親がバイクの事故で
亡くなってる過去があるので、うん、家では禁止と言われてるので。あ、私もお母さんから、はい、なんかバイクとか乗ったら、はい、あんた性格変わるからバイクダメって言われました。あー、ちょっとスピードにはまりそう、スピードはまりそうってことで、はい、バイク禁止って言われました。あ、まあ、やっぱ親の言うことは割となんかまとえてるところありますもんね。ありますね。だから僕も最初スポーツカーとかダメって言われてたんですけど、はいはいはい、まあ、そんなもう年じゃないよと、うんうんうん、説得して、ね、今の車に乗るようにしてます。で、ツイキャスのコメントをちょっと拾っていきます。はい、よろしくお願いします。私の友達の彦野さんから一番欲しいものが、はいはい、天城府1万円分と車だそうです。だいぶ開きがありますね。開きがありすぎるという天城、まあ、天城府1万円多分もう相当嬉しいと思うんですけど、うんうんうん、車ってそれの何十倍っていう。まあでも本音言うとそうなりますからね。そうですね、はい、僕もだからその20万円のコントローラーはぜひ来年は手に入れたいなと思っております。あ、で、もう一人ツイキャスで来てるんですけど、はい、お疲れさっち、眼鏡高いのって、あ、このメガネのことですね。おー、眼鏡、これ私の旦那が選んでくれたんですよ。はい、で旦那が選んでくれて、でそこまで高くないやつを選んでくれたんですね、はい、私も優柔不断でこれがいいあれがいいって結構するので、はい、の旦那がこれこれってもう指定してくれた、指定してくれて、だからそこまで高くないメガネです。でも結構薄型ですよね。薄型です、薄型のやつですね。僕はもう安く済ましてめっちゃ分厚いレンズ使ってるんで。おお。でもこれ、1万もいかなかった。おお、いいですね。 6、7千円ぐらいだった気がする。そうなんですか。確かめっちゃいいですね。そう、だからもう旦那には本当にありがたいと思ってるけど。昔ほどメガネって高くなくなりましたからね。そうですよね。ではでは、メールも来てますので、ありがとうございます。ありがとうございます。メールも紹介したいと思います。はい、よろしくお願いします。ラジオネーム進撃のめいちゃんさんからいただきました。さっちーさんとキャンチー、こんばんは。こんばんは。まずは新番組発足おめでとうございます。ありがとうございます。日曜日の20時半からあって、聞きいい時間、楽しみに聞きますね。できたら聞き逃した方のためにも、今日の、放送を後から聞けるように、FM ギヌワンの YouTube にアップお願いします。と言ってますね。で、そして、今、一番欲しいもの、まさにこれっていうふうに今来てるんですけど、はい、この、MacBook?ほう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 。あ、iPad ですか ?iPad ですかね。iPad Pro ですかね。iPad Pro ですかね。iPad、あ、そうですね。まさにこれ。ただ、今コロナ禍というのもあってか、はい、在庫がなく、お、そうなんだ。予約待ちだそうです。へぇー。iPad Pro ね。本当はこれだけどね、っていうことで、月々3000円で、持つことは一応できるみたいですが、はい、在庫がないので入っても1ヶ月後らしいです、うん、お二人さんはどっちか持ってますかっていうことで、これは今使ってるやつ、今そうですね、こちらに置いてるですよね。 MacBook Air になりますか。僕はですね、正直個人では Mac 系の製品持ってないんですよ、アップルの。あ、そうなんですか。一個も持ってなくて。じゃあスマホはAndroid？ Android です。ああ、私と一緒だ。パソコンも Windows です。ああ、そうなんですね。昔から Windows 使ってるので、もうそのまま Windows ですね。私も一時期、スマホを iPhone にしてましたけど、はい、iPhone なんだかんだと、なんか使いづらいというか、なんというかで、結局 Android に戻ったというか。なんかiPhone は持ってる、まあ、iPhone ってすごくおしゃれだし使いやすいし、いろんな、うんうん、いろいろ機能でもいい面があるのも知ってるんですけど、はいはい、唯一僕がいけすかなかったところ一つだけあるんですよ。何でしょうか。 iPhone 持ったらみんな iPhone。 あ、それだって。確かに昔の携帯電話ってどこ使ってるの、パナソニックとか、ありましたね。
っていうので盛り上がるじゃないですか。盛り上がる盛り上がる。なんでそれにしたのとか、いやこれカメラがこうやって横についててさ、これが僕にとって使いやすいんだよねっていう話のきっかけとか、そういうのが好きだったんで。うんうん。でも iPhone だとみんな一緒じゃないですか。ああ、確かに確かに。バージョンでしか当たってない。それ12、8を古いの使ってるね、みたいな。ああ、ありますね。ただバージョンが違うだけであって、あとは iPhone 一緒っていうね。だからそれで、まあ、Android をよく使ってますね。なるほど、なるほど。はい、もう一通来てます。はい。はい、さあ、りおちです。ということで、りおちさんからいただきました。ありがとうございます。今欲しいものは、DW ってなんだろうの、ツインペダルかな。ほう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 。欲しいやつはだいたい10万円ぐらいする。わお、10万、やばそれ自体でやばいけど、この前27万のギター買っちゃったから当分買えないって。うわー、あのグラデーションがお気に入り。ドラムなのにドラマーなのにドラム機材買わないでギター買ってしまった、ダメな私です。ということで写メも送られてきてます。こんな感じで。おー、めっちゃかっこいいかっこいいんだけど、もともとドラムしてたよね、リオチ。確かすごーい。何でもやるね、リオチは。本当に教えてください僕も今作曲勉強中でございます。おリオチ教えてあげて、キャンチーさんにそれがいいかもしれないよ。ギター、もともとギターもちょっと弾いてみたりとかもしてたんですけど、私も三線は弾けるんですけど、ギターは弾けなくて。学生の頃ギター僕はちょっと独学でやってたんですけど、高校3年生の時肩脱臼で、あれ左手が麻痺しまして、あれれれ、それ以来ちょっと触ってないんですよね。ああ、なるほどなるほど。治ってはいるんですけど、うんうんうん、ちょっとこうギターみたいにこう指つまむみたいな動きがちょっとやりづらくて、はいはい、ああ、でツイキャスも来てますね。一番欲しいのね、ヤンマーのトラックよってなんでトラックなんでトラックなの。しかもヤンマーですか。ヤンマーです。なんでヤンマー。え、鈴木とかじゃないですか。ギターもいいですよはい、ということで今日は2通前よりなんか増えましたね、先週より。ありがたい、ありがたい話です。いや、リスナーの皆さんの横のつながりっていうのは本当にいつも感動させていただきます。で、うちの旦那今 LINE が来て、今起きたって今起きたっておはようございます。ちょっとおはようございます。おはようございますウケる。さっちギターではなく三線だよね。そうそう、三線弾けます。私なんとか弾けるけど、今はどうだろう、弾けるかな。弾いてって言われたら多分弾けます、はい、三線は。でもどうだろう、今弾けるかな。もう高校違うな、20歳ぐらいの時に、はい、ちょっと働いてたデイサービスで弾いてたぐらいで、はい、弾いてたというより一度披露したんですね。その時、いや、それはもう弾いたと言って、その時以来です、はい。でも三線ってこの、なんていうんですか、決まったところを押さえるとかじゃないじゃないですか。あ、音で覚えないといけないので。でも三線も弾く、このなんかポジションっていうか、はい、あるので。でも一度それを経験するとなかなか忘れないんじゃないですかね。ああ、確かに。まあ私でも小学校5年生から中3までやってたので、はい、意外と続いたかな。自転車と一緒ですね、本当に。自転車と一緒です。やっぱ一度覚えると忘れない。忘れない。琉球舞踊もそうですよ。あ、そうなんですね。そうそうそう。琉球舞踊もされてたんですか。やってました。おー、ね、すごい。5歳から三線習う手前まで、はい、やってたので、はいはいはい。でも子供舞踊なので大人がやるような感じの舞踊ではないんですよ。はい、もう本当に。うん、でも、なんだろうな、舞踊の先生から、はい、新人賞を取りなさいって言われたぐらいのレベルではあったみたいですね。すごいですね。まあ、三線も結局、はい、新人賞を取ったらって言われた途端に高校に上がったので、はい、
やめましたやめちゃったんですか。やめました。そこでやめちゃったんですか。そう、もったいないですよ。もうなんかね、部活がやりたいっていうことで。まあ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 、それもありますよね。そうなんです、それがあってやめました。サッチーさん、多彩ですね多彩ですめっちゃ多彩ですね。部活は確かバスケですよね。バスケです、バスケです。いやー、すごい。そう、なんかいろいろやりすぎて、はい、大変なことになっておりますって感じですけどまあでも楽しいですよね。楽しいですよね。ちょっと待ってくださいね。はい、来週のよいしょテーマを考えてきてあるので、はい、ちょっとついでにエンディング まとめしながらそうテーマを発表したいと思います。はい、お願いいたします。もうそろそろお時間ですかね。はい、あと3分ぐらいですね。3分ぐらいで、はい、了解です。うん、キャスのコメントで、三振披露してって、めっちゃ聞きたい、うまかったよって。僕も聞きたいです。やめてください。もう随分触ってないです、私。いや、実はですね、FM 技能はギャラリーに三振置いているので。やめてくれ。いつでも触れますので。よし。そろそろじゃあいいですかね。はい、よろしくお願いします。ここで、来週のテーマを、来週といっても12月18日のテーマを発表したいと思います。はい、お願いします。テーマは、クリスマスに食べるもの。クリスマスに食べるもの。そうです。おお。まあいろいろあると思うんですけど、はい、例えばチキンなり、ケーキなり、いろいろありますよね。はい、なのでそれをクリスマスに食べるものを皆さんからメッセージを募集したいと思います。いいですね。まあそれを参考にね、ちょうど翌週がクリスマスっていうのもあるので、はい、参考にしていただければと。いやー、もうこの季節が来ちゃいましたか。そうなんですよ、もうあっという間に12月ですし、はい、今年もあっという間に終わってしまうというか。プレゼントもらえるのかな誰もいねえな私も旦那からもらえるかなということで、まあ、少し楽しみにしておきたいですね。そうですね、番組に参加してくださった皆様ありがとうございました。お相手はサッチーと、はい、FM 技能のキャンでした。それではまた来週同じ時間に会いましょう。さようなら。バイバーイ。今日はパンテンパラがなかったぞ珍しく。今日の抽選待ってます。何の抽選だ、何の抽選だ。あと1分なので、あとは音楽流して。そうですね、取れますね。うん、了解です。疲れました。なんとかテンパラなかったぞ今日は今日はテンパラなかったぞ。もうすでに25も1日も考えてきてて、はい、昨日飲んでる時に考えてたんですよ、はい、旦那と一緒に考えてて、何をしようかみたいな、ね、リオッチ の収録見てる時にも言ったんですけど、テーマ考えるの難しいよねっていう話話題が出ててそう、それなんですよ。はい、では終わりました。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。天城府1万円、無理です。私、そんなお金ございません。そんなお金はございません。P さんも送ったらいいさ、メール。後で会った時にでも。さっき、むっちゃいい感じだよ。だったよ。もうほとんど旦那があれですからね、テーマを考えてるから。いや、旦那頼りですもん。食べますね。はい、ではまた